はい、どうも皆さんこんにちは、レッドです。今回は一つの連星で流属性装備が大幅強化されるということで、最新装備の性能を詳しく解説していきます。憑依連星イベントが始まって、ついに流属性強化の連星が解禁されました。1週間限定なので複数個連星していくのは結構大変なんですが、流属性強化一つだけであっても革命と言えるような装備強化になります。で、今回実際に使ってみて完全に革命的な内容だったんで、映像付きで最新の性能を詳しく見ていきたいと思います。というわけで、まずは情報修正された双剣使っていきます。ダメージ量、攻撃のリーチなどいろんな強化がされたわけですが、それプラス連星も解禁なので、これは間違いなくぶっ壊れなんじゃないかということで、早速見ていきます。今回バンギスコイルに流属性強化を追加しているんですが、これによって 3V だけで属性マックスが実現するようになったんで、ここがめちゃめちゃ大きいです。残り 2V のうち片方でロックオンつけて、最後の1個は自由枠なんですが、この自由枠がすごい重要です。というのも、双剣は今回の修正で通常時にジャスト回避をするとスタミナが大きく回復するようになってます。これうまく活用すれば、ほぼ常時鬼人化状態で戦うこともできるっていうすごい内容なんで、これを最大限活用するために、今回カガチアームでジャスト回避強化を追加してます。ジャスト回避を安定させるっていうのが火力にも直結してくるんで、双剣はこの構成かなりおすすめになってます。では実際に使っていきます。バトルの流れとしては、まず開幕は鬼人化で一気に攻めていきます。鬼人化状態ではダメージ量と攻撃のリーチが全体的に強化されてるんで、なるべく鬼人化中に畳みかけます。突進連山とか空部コンボはもともと強い技なんですが、さらに強化されて使いやすくなってます。で、格上の相手なので SP もしっかり使っていきます。で、鬼人化が切れたら、通常状態では今度ジャスト回避に専念します。1回でもジャスト回避できればものすごいスタミナ回復になって、ここ実際にジャスト回避してますが、1回で最大値の半分くらい回復します。これがとにかくやばいので、ジャスト回避強化がすごい重要になってます。で、属性強化を連成できれば、カガチアームみたいにサポート系の防具を採用できるっていうのが最重要ポイントですね。で、スタミナが回復したらまた鬼人化して一気に畳みかけるという感じになります。双剣は通常時そこまで火力が出ないので、スタミナ回復中は我慢の時間という感じだと思うんですが、今回の修正でもうサクッと回復できるようになったんで、これで全体的な火力も大きく上がってます。で、特になんですが、格上の相手に対してより強くなったという感じです。というのも、格下だと双剣は開幕鬼人化してそのままフィニッシュできるんですが、格上だと途中どうしても通常状態で戦う時間が多いので、全体で見ると火力は上げにくいです。なので極端な話、格下は超楽勝だけど、逆に格上は超大変という特徴があったと思うんですが、今回の修正で格上に対しても火力を落とすことなく戦えるようになったということですね。で、各モーションのダメージ量も上がってるんで、当然ですが格下に対してもより強くなってます。というわけで、グレード5の上層圏で星8レイヤーも全然いけます。まあ G5 で星8やる必要は全くないんですが、とりあえず火力が十分に出るということは確認できました。このように流属性強化を一つ連成することで、今まで使えなかった防具を採用できるんで、これは本当に大きいと思います。双剣についてはジャスト回避がより重要になったんで、今回カガチアームを採用しましたが、それ以外にも例えば耳栓をつけたり、力の解放つけたりといった感じで構成の幅が大きく広がるんで、ぜひとも今回のイベントで流属性強化狙っていってほしいです。で、おすすめはやっぱり属性強化2のバンギスコイルで、これに連星ができたら、その後他の属性強化の防具にも追加していくという順番がいいんじゃないかなと思います。それでは連星込みの装備例を見ていきます。まず上は今使ったカガチアーム採用の構成です。これまではメールからグリーブまで 4V 全部固定だったんですが、1枠空きができたんで、状況に応じていろんなスキルを追加できます。で、属性強化をもう1個連成できれば、 2V で属性マックスなのでより自由度が上がってきます。ここには出していませんが、例えば耳栓とか尻尾破壊用に SP 威力アップ、あとはクシャ対策で風圧耐性と豆腐を採用することもできるんで、2個連成できればもう勝ち確っていう感じがします。で、次に下の装備ですが、こちらは今話題の歌方&死中に勝つの構成です。三つ根 3V 採用で、ちょうどコイルが開くんで、そこにバンギスで属性強化3になってます。属性マックスにするにはあと2個連成しないといけないですが、これだけでも上の装備と同等かそれ以上の火力が出せます。ちなみに歌方の前が実質距離アッププラスジャスト回避強化なんで、上と下は実はほぼ同じ構成と言えます。で、注意点として、まず武器のグレードが低い場合はシンプルに属性マックスの方が強いです。またちょっと細かいですが、死中に勝つは常時発動させるっていうことはできないので、その分少しだけ期待値が下がります。まあただそれ込みで考えても、グレードが高い場合は下の方が明らかに強いです。というわけで、属性強化を一つ連成した場合の装備で見てきたんですが、これ以外にもいろんな構成が組めて、全体として装備の幅がより広がるっていうのが今回一番強調したいポイントになってます。で、もちろん他の武器種についても一つ連成していくだけで明らかに進化するんで、早速見ていきたいと思います。では2番目、太刀使っていきます。こちらはなんといっても属性強化と早技両方マックスの構成が実現したんで、上太刀はもうぶっ壊れと言っていいレベルだと思います。本当に光の速さで納刀できるんで、とにかく切りまくって相手の攻撃直前にパッと納刀して居合と、
これだけでも相当な火力アップになってます。で、隙がある時はそのまま兜割りまで行きます。ちなみに装備としてはガロンヘルムと武器で早技3、レイアームで6オンで、残り3V で属性マックスになってます。ここでもバンギスコイルはしっかり使っていて、この防具は本当に汎用性が高いです。で、早技マックスのいいところは、相手の攻撃モーションが始まった後でも納刀が間に合うっていう点だと思います。これは上達使っていく上でかなり重要なポイントです。通常は早めに納刀し始めないと相手の攻撃に間に合わないという場合もあるんで、次の攻撃を想定してあらかじめ納刀しておくっていうことも多いんですが、早技マックスだといちいち先読みして動く必要もないので本当に楽に使えます。それプラス属性強化もしっかり5個詰めるようになったんで、上達は今完全に革命が起きてます。これまで陣容画の太刀が相当強かったんですが、これからは上達一強の可能性もあるくらいの強化だと思ってます。で、今回は早技マックスの構成を使ってますが、これはあくまでも一例で、他にもシンプルに会心スキルを増やしたり、 SP 力アップや破壊をつけたりと選択肢は本当にたくさんあります。なので装備構成の柔軟性っていう面でも他の属性に負けない性能になってます。というわけで今使った装備が上で、属性後早技3でロックオン付きです。ちなみにここでは武器スキルも込みになっていて、グレード8の1以上での構成ということになります。で、属性強化をもう1個連成する場合は、ここにプラスで力の解放とかもつけることが可能です。連成先については、近接だとリオハートグリーブを使う機会が多いと思うので、2個目の属性強化に関してはリオハートグリーブが結構おすすめです。では次、下の装備ですが、こっちは普通に見切りを追加した構成です。これは一番基本になる組み合わせですね。で、グリーブにも属性強化を追加できれば、アームをリオ装備に変えてより会心特化の構成にしたりもできます。ちなみに下の装備は太刀に限らず竜の近接どこでも使える構成で、例えば片手剣、体剣、チャークあたりでも幅広く使えると思います。というわけで双剣と太刀を使ってきたんですが、その他の近接武器についても装備では一気に見ていきます。まずチャークですが、こちらも一つの連成だけで間違いなく革命が起きます。同じくバンギスコイルに連成することでメイルが自由枠になるんで、力の解放を採用することができます。これで属性マックスプラス力の解放でロックオン付きということで、格上相手には完全に最強の装備が完成します。で、チャークだけは特別で、武器と合わせて解放3まで上がるんで、バトル後半は会心 40% アップ、で SP ゲージ上昇量も 30% アップということで異次元の性能になります。これはもう完全に覚醒してますね。で、下のように装備全体でフルに連成していく場合は、駆者特攻ということで風圧耐性3、豆腐1で、それプラス属性後解放3、ロックオンという構成も組むことができます。さすがにかなりハードル高いんですが、これが組めたら駆者はもう楽勝だと思います。特にマルチだとチャークは火力を出しやすいので、 V 破壊もしっかりしながらサクサク狩猟していける最強装備になってます。では次にハンマーとガンランス見ていきます。この2つも連成1個でかなり変わって、まずハンマーはバンギスヘルムとディアブロコイルを採用して、なんと KO 術と属性両方マックスの構成が組めます。ハンマーといえばスタンということで、これはソロでもグループハントでも絶対に活躍する装備だと思います。で、もっと連成していけば、ここに豆腐と風圧耐性も追加することができます。次にガンランスですが、こちらは上ガンスが放射型ということで砲術を最優先にしていますが、バンギスコイルで属性3つけることで物理攻撃も活用しやすい装備になってます。全体としてはロックオンと集中もつけて、かなりバランスのいい構成になってるかなと思います。やっぱり 1V で属性3というのはかなりコスパがいいので、バンギスコイルは本当に幅広く使うことができます。で、あとは片手剣、体剣、ランスがあるんですが、このあたりはタッチで紹介した近接の汎用装備が使えて、で、あとは状況によって体剣は集中とか、ランスはガード性能をつけていく感じになるかなと思います。というわけでバンギスコイル 1V の連成で各武器種明らかな装備強化になるんで、ぜひともこの機会に竜属性強化狙っていてほしいと思います。ちなみに僕個人の連成結果を少しご紹介すると、今回使ったバンギスコイルに竜属性強化をつけるために、謎の漂流石 A を純石も込みでだいたい10個くらい使いました。他と同じでハズレ枠もあるわけなんですが、まあ10個くらいであればそんなに悪い結果じゃないかなと思います。ただ今回純石に関しては完全に事故が発生していて、こちらの映像に決定的瞬間が映ってるんですが、とにかくやばいです。というのも候補のスキルが竜属性強化、超会心、ジャスト攻撃の3つで、おそらく3分の1の確率だと思うんですが、早速純石1つ使ったところ見事に外しました。で、この日のために漂流石のかけら200個ストックしてたんで、この勢いで2個目の純石行くわけですが、結果はもうお察しの通りですね。普通の石に比べて相当当てやすいはずなんですが、一番狙っているスキルだけはなぜか出ないということで、この点ぜひともご注意いただきたいと思います。まあただ普通の石の方はドロップ率結構高めな感じがするんで、あまり純石に頼らずコツコツ連成していくのが一番いいのかもしれません。というわけでここで2個目行くんですが、見ての通り超会心からのジャスト攻撃ということで、これで漂流石のかけら200個消滅しました。もちろんこの2つも強いことは間違いないんですが、この防具にはいらないかなと思います。というわけで純石を使う場合はより汎用性の高い、どれが出ても
OK っていう防具を選ぶことを強くお勧めします。で、この後普通の石を何個か使って、合計10個くらいの時に初めて流属性強化が出ました。漂流石集めの難易度に関しては、ディアッシュとレウスアッシュからは結構な頻度で出てくるんで、石を集めること自体は全然難しくないという印象です。特に大連続で5体全部のスポットがあるんで、これも込みで言うと30分で10個集まるくらいのペースだったかなと思います。ちなみに他のモンスターであっても意外と謎の漂流石が出てきて、これは体感なんですが、もともと対象になってる石と半々くらいの確率だと思います。で、あとは錬成ですが、こっちも今回 2.5 キロで OK っていう紙仕様なので、イベント中に1個引き当てるのは十分可能だと思いますし、錬成剤使っていけば複数個も全然狙っていけるんで、この機会にガンガン錬成していきましょう。では最後にガンナーも使ってきます。弓に関してはついに竜属性も集中後属性5という最強装備が組めるようになりました。両方マックスにできないっていうのが唯一の弱点だったんで、これでも完全に竜が最強になったと言えます。なんといっても上弓自体が他より明らかに強いので、これは属性弓最強ですし、上武器の中で考えても弓は特に作る価値のある武器だと思います。というわけで弓に関しては錬成1個でも完全にぶっ壊れます。でライトについてですが、こちらもバンギスコイルに錬成することで反動3、装填3、属性3という構成が組めるようになります。なのでバンギスコイル全部機種で使えるわけなんですが、ライトに関しては防具構成が何パターンかあるんで、バンギスコイルが一番おすすめとは言い切れないです。例えばコイルはプケアッシュで、ヘルムをバンギスにして KO 術をつけるといった構成があって、鉄鋼弾との相性でこっちの方が良かったりします。また一つの錬成だけではどうしても属性3が限界なので、まだまだ他の武器種に比べると火力を上げにくい状況だと思います。まあただ逆に伸びしろが一番大きいということなんで、がっつりと錬成していけば他のどの武器種よりも大幅な強化になります。特にクシャ用に上ライト作ってる場合は今回のイベントかなり重要になってくると思います。というわけでライトに関してはちょっと特殊で、一つだけ錬成というよりはもっとがっつりやっていってフルに錬成した場合にめちゃめちゃ強くなるという感じになってます。ではガンナーの装備例を見ていきます。上が弓で、今使った集中後属性5という構成です。上弓はこれが完全にテンプレなので、防具構成は固定で、あとは他の部位にも錬成していくということになります。基本的には弱毒、見切り、連撃あたりをつけることが多いと思いますが、闇打ちもダメージ倍率が結構高いので、個人的には闇打ちを1個つけておくのがおすすめです。で下がライトで、ここではバンギスコイルを採用した構成を出してます。ただこれ以外にもヘルムをバンギス、コイルをプキャッシュで、グリーブをリオハートにした構成とかもあるんで、どれが最適かっていうのは結構難しい問題です。ライト使う場合はむしろ汎用性の高いウルムメイルとかに属性強化をつけていく方が安全かもしれないので、こういう選択肢もありだと思います。あとは属性マックスを目指す場合はもっと大量に錬成する必要があるんで、その場合はもうガンガン石集めて錬成進めていきましょう。というわけで今回は一つの錬成で竜属性装備が大幅強化されるということで、最新装備の性能を解説してきました。属性強化1個だけであっても今まで組めなかった構成が可能になるんで、これはまさに革命的な内容だと思います。また今回のイベントでは全体的に錬成のハードルめちゃめちゃ下がってるんで、竜属性強化や超会心に限らず欲しいスキルはぜひとも積極的に狙っていってください。というわけでモンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにねたくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。